占い館ルーチェ代表の沙織です。今回は究極の二者択一 A と B どちらを選ぶということでリーディングをしました。向かって左側が A、 右側が B となります。直感で一つお選びください。 A を選択したあなた、 A を選択したあなたはこの選択が本当に正しかったのかどうか、なんだか優柔不断になってしまったり、受け身になってしまったりして身動きが取れなくなったり、メンタル面がちょっと不安定になりそうです。アドバイスとしては周りの人、何かしっかりと相談に乗ってもらえるような信頼できる人に相談をしてみるのがおすすめです。B を選んだあなた、B を選んだあなたはあなた自身が輝いて積極的に動いていけるタイミングです。もっとこの状況を良くするために自分の思い描く未来というものを明確にしていく、目標を明確にして進んでいくというのがポイントになります。リーディングの結果はいかがでしたか？今回はっきりと答えが分かれてしまったので、自分の望んでいた結果ではなかった方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は自分の考え方や行動を今すぐチェンジしてみてください。あなたの考え方や行動が変わることで、この占いの結果はいかようにも変えることができます。占いがあなたの未来を作るのではなく、あなたが未来を作っていくということを頭に入れた上で、ぜひこのリーディングの結果を参考にしてみてくださいね。あなたの未来が輝きますように。YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。